私のこと忘れちゃったんだね。昔の思い出も全部。なんだ、あいつ。おい、パパの兄貴。兄貴がどうなってるか俺にはわからない。記憶ぶっ飛んでんだよバカ鬼。だがな、同じ男として許せないことがある。お前に性別があったことに驚きだ。お前に言われたくない。許せないこと、それは姉子を泣かせたことだ。お前が言ったらなぜか気持ち悪い世界の不思議。姉子を泣かせたことは俺は絶対に許せない。小さな親切大きなお世話だな。兄貴、白石バレやー。静かにて、そこのバカ鬼だー。今度騒いだらまたぶっ飛ばすわよ。はい、姉子。うるさいなー。桜姫の冒険。うっふ、私はこの世界の美を支配する妖艶に舞う桜姫よ。今日は世の男を私の美で翻弄させてあげるわ。この妖艶の目と妖艶の水晶を使ってね。さて、行きますわよー。あいちゃん、もう寝るー。やった、あの人止まるんだ。お母さんもさすがだよ。そうだ、せっかくだし少し覗きに行こうかな。わ、私人生初の覗き。ドキドキ、ワクワク。そうはさせませんよ。あなたは、自己紹介はおいおいやるわ。でもその前に覗きは感心できませんね。ごめんなさい。ご主人の覗きは楽ではありません。ご主人を覗くためには気配を消す能力に全力を注いで、それを記録に残す映像記録能力を最低限に抑えながらする必要がある。ですがご主人もなかなか鋭く、少しの気配、少しの能力を全部すぐに感知してしまうからすぐにバレる。なら睡眠中なら、と思っていったら、あの人透明化するんですよ。それで挙句の果てには、隠れてないで一緒に撮ればいいじゃん。違う、そうだけど違う。私が撮りたいのは、普段の何気ないご主人なの、その仕草を収めたいの。つまり、何が言いたいかというと、私でも無理なのにあなたにできるわけないわ。そうなのか。今日は多分あの人は新しい環境に興奮して寝ないと思うからやるなら今日じゃないわ。なるほど。でもあなたには何か才能を感じるわ。もし盗撮をするなら私は全力で協力するわ。ありがとう。私はメリア。私はゼッカ。ここで必ずあの人の写真をゲットしましょう。少しながらの同盟ね。明日から私がここに泊まるように仕向けるわ。お願いします。それじゃあ頑張りましょう。どうすんだよ。ということで今日は猫にを盗撮しようと思います。ワクワクドキドキ。ご主人は手強いですよ。とりあえず前科のないゼッカちゃんがそのまま行きましょう。大丈夫。むしろ、ゼッカちゃんならそのまま添い寝できる気がする。添い寝話を聞こうかしら。話。それじゃあ早速直接行ってみてちょうだい。行ってきます。ここまでは問題なかったね。さて、盗撮して、添い寝して帰りますかね。それにしてもメリアちゃんが言うほど難しいことかしら。寝てるんだから問題ないと思うんだけどね。あれ？いない？どこに行ったの？甘いんだよ。というかうるさい。そうだな。何照れているんですかご主人。いや、自分からやったとはいえ、照れくさいものだ。それでは今からご主人はゼッカちゃんにそれを渡しに行くんですよね。なんかいい雰囲気になってるー。いつもいつもさりげないところでポイント稼ぎを怠らない。さすがメリアちゃん、抜け目がないね。そうだな、今から行ってくる。今からこっちに来る、準備しないと。私は、パパやメリアちゃんに帰ってほしくないな。なら来るか。ゼッカが俺と一緒に来るならレイカに話を通すぞ。嘘、すごく行きたい。でもそう簡単に OK 出していいのかな。どうしよう。待って、私。急にそんなことを言われても、考えがまとまらないよー。ご主人も大胆なことを言いますね。無意識系怖いわー。題名つけるなら、秘宝、私の主がハーレムを作ろうとしているのだが。おやすみ、ゼッカ。おっと、もうこっちに帰ってくるみたいですね。あと数秒このベッドを楽しませてもらいますよ、ご主人。それにしてもこの2年全く落とさたなかったね。ご主人よしよし。まあ、私自身を見直してたし、それどころじゃなかったのよね。
そうだね。それに兄弟設定にされてたら余計に評価しにくいでしょうしね。メリアちゃん、まさかそれを狙って兄弟設定にしたの？さあねえ、でも兄弟ならご主人から手を出すことはないから安心でしたよ。ご主人か三つやつや。ちょっと待ってよ、さっきからパパを触りすぎじゃない？まあ、私専属品ですし。なら私は兄弟だから問題ないよね。問題ないですよ。え？どうぞどうぞ好きに触ってみてください。むしろ今しかチャンスないですよ。私だってここまでご主人に触ったのは初めてなんですから。そうなの、意外ね。もっと専属品って言うんだからいろんなお世話もしてるのかと。そうですからね、人のあれとは違います。じゃあ一緒にお風呂もないんだ。ないですよ。おやおや、メリアさんって意外と下ネタに弱かったり。でもこの2年間ずっとご主人と一緒だったのですが、体の見た目は人と変わらないんだなって思いました。メリアちゃんも人と同じなんだから当たり前。え、見たの？見てたの？まあ、それは、ねえ。ちょっと、それをもっと詳しく教えなさいよ。いやー、さすがにご主人のご主人に申し訳ない。大丈夫、パパのパパに人権はないから。仕方ないですね、ならここだけの話ですよ。やった、さすがメリアちゃん、話が早い。本当にご主人には内緒ですよ。もちろん、二人の秘密ね。え？話してあげたらいいのに。パパ、あの二人、声大きい。そういえばずっと気になってたことがあったんだけど。何ですか？パパの配下にいる神ってどんな神様なの？ですね、美しく、おしとやかで、能力が強く、芯がしっかりしている神しかいません。美しく、みんな女性みたいな人なの？はい、私が全世界からご主人に好意を抱いてる上級神クラス以上の女神を全部集めましたからね。待って、男の神も多少はいるのよね。は、男、いるわけないじゃないですか。男はご主人一人で十分ですよ。それにご主人の配下の中に男がいたら他の女神に粗相をするかもしれない。そうなった場合、私はその男を100回は、します。この世界はご主人が美しい女神でその立ち位置を奪われた女神なんて嫌いだと受け入れられない。所有物を奪う虫は決してしまわないと。わかった、わかったよ、メリアちゃん。なんかメリアちゃんの闇を見たわ。ごめんなさい、ちょっと喋りすぎちゃいましたね。ねえ、ということはパパの配下の神ってやっぱり、全世界の女神しかいません。ご主人は、なんか女神率多いな、って言ったことありましたけど、私が全員配下を女神にしたんですよね。その方が汚れがなくていいですから。へえ、メリアさんって男性嫌いだったんだ。たとえご主人か、神界の女ったらし、と陰で呼ばれてようが私は関係ありません。え、パパ裏でそんなこと言われてたの？はい、ちなみにご主人本人は女性に興味もないし、配下が全員女神というのも知りません。まあ、今はどっちにしろ記憶を失ってるから知ってるわけないよね。パパ、それただのとばっちりじゃん。本当です。でも部下のやったことは上司の責任ですからね。なぜか私ではなくご主人が集めたことになっちゃいました。パパ、記憶が戻っても問題は山積みね。霊夢、何やってんのよ。見てわからない？教会の監視だけじゃ儲けないから商売してんのよ。いや、商売するのはいいわよ。こんな緊急時に客なんて来ないと思うけど。わかってないわね。今私の横には世界トップクラスの神であるウープ主がいるんだから利用しないと。あなたね。それでいくら稼いだの？今置いたばかりだから0円よ。まあ見てなさい、石化たちが帰ってきた頃には幻想郷一の大金持ちになってるわよ。いい生活してるわ、この巫女は。早くしないとメリアちゃんが追いついてくる。もう10分は経ってるし、この中で狙われるなら私買おうか。なんか背後に気配を感じるわね。まさか。ガオー。なんちゃって。じゃあ、怖いの無理。はや、この方法使えるわね。よし、これ持ったまま追いかけよう。待てー、せっかちゃーん。何持ってきてんのよ、バカじゃないの。いやあ、持ってこないでー。ほーら、ほーら、早くしないと捕まっちゃいますよー。失礼いたしました、熱盛と出てしまいました。はあ、道に迷っちゃった。夜の森だと方向感覚が狂うって本当だったんだね。お腹、
着いたな。みんなは結構先に進んだのかな。もうロカちゃんには追いつけないよね。いたた。もう、頑張るの。やめようかな。そうすれば、もう、そこに誰かいるの。この声は、なんだ、オオカちゃんか。そうだな、スパルタ人。もうみんな集まってますよ。早く来ないと晩ご飯なくなっちゃいますよ。ご飯あるの？ご飯だけじゃないですよ。お風呂だってお布団だってありますよ。本当に、どこにあるの？さあ、どこでしょう。は、私についてきたら最短で宿まで到着するかもですね。もちろん、離れたら、自力で見つけてください。野宿もなかなかいいもんですよ。了解でますけど。いや、絶対にメリアちゃんから離れないもん。じゃあちゃんとついてきてくださいね。わかった。到着です。絶対に遠回りしたでしょ。ほらほら早くしないとご飯冷めちゃいますよ。あずま。違いますよ。専属品です。オオカちゃん。負けた方は罰ゲーム。そういうルールでしょ。キュー？あらあら、そこはお布団じゃないですよ。オオカちゃん。うわ、石化産地が出てますよ。う、スワコちゃん戦うとすごく遠慮ないよね。私たちはもう少し、優しくやろうね。そうだね、怪我したら痛いしね。最初は全くスワコのことを考えれてなかったね。うん、私もやりがちだから気をつけないと。でも今はしっかりスワコちゃんの戦略を考えてる。あの子も戦略技術はそう高くないのが幸いしたのかね。かなこさん、私の時もしっかり見ててね。ああ、時間はないからね、ビシバシ行くよ。爪が甘いな。なんで岩を尖らせないんだろう。せっかちゃんを飛ばして岩にぶつけるなら岩の表面を尖らせた方が致命傷になるのに。あ、せっかちゃんがスワコちゃんを凍らせた。ああ、もう、なんでそこで無理に光線で行くの。あなたの第二解放の氷ならそっとやちょっとでは壊れないんだから。もっと、物理的に痛めつけて、無抵抗になったあたりから光線でも十分なのに。あらあ、反撃されたあ。まったく、せっかちゃんは S なんだから人の痛めつけ方には自信があると思ったんだけどな。勝手に S 設定にしないでよ。なあ、霊夢、いつまでうぷ主置いておくつもりなんだぜ。仕方ないでしょ、参拝客が来ないんだから。この状況で参拝客なんて来るわけないだろ。あんたは来てるじゃない。私はお前が教会の防衛で忙しいと思って食料を持ってきてやったんだ。決して、参拝客ではない。そうなの？当たり前だろ。一体何が悪いのかしらねー。うぷ主、お前だよ。やはりいい景色だ。天界に足を運んだのは正解だったな。ここは空気が澄んでて、それなりに鍛えたものしか立ち入れない領域。だからこそ平穏だったんだろうな。そういえば山側に向かった少年少女たちは大丈夫だろうか。あの山からはいろんな波動が乱れていたからな。ただでは済まないだろうな。まあ、俺には関係ないか。さて、前回も物騒になってきてるし、俺は一足先に退散しようかな。なんで私がこんな目に遭うのよ。いいじゃない？ちょっとふざけて万人するぐらい。まずこの展開は暇すぎるのよ。もっと若者受けするアミューズメント施設を作りなさいよ。展開には堅苦しい人しかいないし、私だってちょっとくらいはっちゃけたいわよ。ああ、どうせ暇だしまた白霊神社に地震でも起こそうかな。どうせ霊夢も暇なんだしお互いウィンウィンでしょ。ああ、叫んだらお腹すいた、喉も渇いたあ。というか女の子にこの仕打ちひどくない？こんなことされて喜ぶ人なんていないわよ。嬉しいってに。ねえねえ、行く、さっきから優雅に漂ってないで助けなさいよ。私、見張り役なので。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。